はい、こんにちは、草木です。イエスマン監督キャリア始めていきます。はい、今日の初戦はプレミアリーグ4位、レスターシティ戦です。勝ち点も同ポイントなので、この試合は普通にやっていきます。はい、この試合はスタメンにディサス選手が入っています。それでは試合をやっていきましょう。さあ、レスターシティ戦とキングパワースタジアム。昨シーズン唯一敗戦した相手との試合だからな、今シーズン今のところ公式戦絶好調とはいえど。本当できればね、もうちょっとね、控え使ってあげたいんだけど、前線3人が絶好調すぎるからな、このチーム。なかなか選手を変えるってことができない。絶好調すぎて。メンバー固定化してる。インサイドは疲れるからどうせ変えれるんだけどな。前線がな、ほんと。もうちょっと使ってあげたいよ、この選手。よっしゃ、いいナイスで、ダシルバ。前。縦。サイド。よし、いいところ、ティラム。戻して。ここ、行った。ジョッタ、はい、ジョッタ、はい、先制点、完璧。いや、もうマジで好調すぎるんだよな、本当に。一発だもんな、いける気はしたけど、ジョッタが点決めるイメージあんまりなかったんだけどな、昨シーズン。アシスト役っていうイメージだったんだけど、今シーズン点も決めるからな、アシストもしてるけど。さあ、まず1点と、まあ、ただね、ここ数試合というか、公式戦、未だ無失点がないからな。ちょっと1点だけじゃ正直リードはないと言っても過言じゃないわ。ちょっとデナイアがおそらく出ていく可能性がでかいからディサシをスタメンに入れてみた。チョードリー、やばい。コタテ、いやーパスコースちょっと待って、空いてるな。よくねえんだよな。うわー、危ねえ。ザビッツァーか、こいつ。ジョッタが追いかけつつ、ペレイラいいねー。ダシルバ、ここはちょっと待って、前に行きすぎるな。オッケーオッケー、それでいい。よし、よしと思ったけど、よくねえ。よー、危ねえ、ナイスブロック。間に合ってよかった、詰めるの。センターバックの寄せが間に合ってよかった、本当に。ポグバ、あーし、あーしなしな、ナイスカット。上がるぞ、デンベレ。いや、ここマルクス・ティラム、上がれ。いやー、ちょっと待って、これ幅取ってもらおうか。オッケー。リターン、はい、完璧。中央崩しきってワンツー。そして左足。またしても デンベレ出したな。ほんと前線が点取りまくってるな。いや、いいことなんだけどね。昨シーズン、だいぶインサイドハーフに頼ってたからな。マジでチーム変わったかって思うぐらいの点の取り方だよな。昨シーズン唯一の苦杯を飲んだ。お、来たか、来た。あー、ずれたか。タイミングミッション合わなかったな。イサクを潰す。オッケーオッケー。まあそうだ、そこだよな。ファイナルドームだよな。うわー、回してくるね。やっべ、ここ空いてる空いてる。だよな、絶対打ってくると思ったよ。またしても無失点ならすか。あんだけフリーだったらインサイドハーフで行くんじゃなくてセンターバックで寄せるべきだったな。空いてたもんね、絶対パス出すと思ったもん。マルセル・ザビッツァ、いやー、やっぱ点取れてもなんか安心した試合にはならないな。今日、今シーズンは本当に。昨シーズンだったら2点取ったらもうほぼほぼ安全圏内だったからね。まず負けなかった、2点取った試合なんて。2点取ったらもう100勝てるぐらいのチームだったからな、昨シーズンは。マジでチーム変わったわ。戦術1個も変えてねえのになぜか変わってしまった。うわー、オッケーオッケー、ナイス寄せ、ナイス寄せ、奪える。これは、いやー、それは嘘でしょ、無理だって。いや、レスターは昨シーズンも複数失点したけどさ、この奪い切ったと思ったらダイレクトだもん。そんな無理よ、マジで。いやー、イサク決めてきた。昨シーズンも2失点してるけどさ、レスター相手には。いや、でもなー、ポグバ、ここはポグバでいかなくちゃいけないよ。オッケー、ナイスタックル。はい、オッケーオッケー。さすがにそんな何点も何点もやらない。そんなあっさり3失点目はしないぞ。まあ2失点もあっさりしたが、前半のうちに返されてるからな。いやー、違うんだけどな、まあいいわ。オッケー、出しれば、まあもっとここ、よし。いやー、待ってー、トラップが伸びてる。オッケー、まだある、まだある。マイボールキープ。ティアム、デンベレ、シュート。はい、3点目。もう点の取り合いで勝つしかね。いやー、よかったよかった。とりあえず攻めてるうちに点取れたね。いいシュートだった。危ねえ、ポスト直撃かよ。サムサ・デンベレ6点目。シーズン3試合目ですでに6点決めてるの、頭おかしいな。被災。うわー、はい、潰す。ナイスカット。素晴らしい。流れ。サイド空いてる。ポグバなら出せるだろう。うわ、ポグバのパス精度よ、良すぎだろ。
中央デンベレ、いやーマジでお前決めてくれよそれは。あー待って、ミスった、終わっちゃった前半。まあいいや、後半に向けて不安しかないわ。もうとりあえず4点目、もう早く4点目を取る。ポグバ、イサクめっちゃ上がってくるな。やっぱ、おーナイスカット、中央、さあここ、さあポグバが上がってデンベレ行け、おー通った、オッケー、これハットトリック行くしかねえな。シュート、うわーマッチか、今のプレー本当に危なかった。よし、やポグバの強さを寄せようが関係なしよ。オフサイドかなこれ、ないと最高、ないな。うわーでもクロスダメだ、ここ一回預けてキープして中央戻して、あー危な、オッケー、でここデンベレ、あデンベレじゃないわ、チュラムだった。でリターン、ここデンベラ、ティラム出しれば、あーダメー、もう無理無理、どうせ潰せない。ここはポグバ追いかけて、オッケー、あーこれ出しればだね。ザビッツァ寄せて、ある程度寄せないと自由にパス出させちゃうからね、ある程度寄せるのは大事、ただかわされちゃいけない。イサクもやべえ、寄せてね寄せてね、ほらこういうパスが出んのよ。おーしナイスブロック、危ねえ、クロス危なかった。グリッチ下がって、オッケーオッケー、さあグリッチ出しれば、はい潰す、あーダメだった、奪い切ったかと思ったんだけど、グリッチさあ出し、うーんしっかり回してくんね、サイドバック、うーわ最悪最悪な位置、うーわいいシュート、危ねえ、うわー、ファール、ファール、ファール。今のファールでしょ、さすがに。今のはファールじゃない？今のなしか、ノーファールか、今の。ちょっと厳しいな、判定。今のノーファールかなり厳しくない？うわ、最悪。奪える、奪える。まだまだ、寄せすぎるなよ、寄せすぎるなよ。パズ。これやばいぞ、これやばい。これ一番やばいやつ。オッケーオッケー、よし、オッケー。ここちょっと前から行くのはちょっと一回控えて、そうそうそう、それで。クリアクリアクリア、いやーマジかよ、そんなん無理だって、ダイレクト2連発は無理だよ、そんなん無理無理。浮き玉のパスをそもそも防ぐのが不可能だし、浮き玉のパスをダイレクトクロスでダイレクトヘディングでしかも決まるってどんな確率だよ、無理だよ、止めれるわけねえじゃんそんなの。アレクサン大作2点目と、いやーもう結局追いつかれんのかよ、マジダメだな。でも終わり、あー3対3と、もうなんだな、なんなんだこれ、勝てねえよ。いやー最悪だな、追いつかれてドローだからな、追いついてドローならまだしも、でも3失点ってほんとどうにもならないな、なんてだろう。はい、ということで移籍期間最終日です。まずはメールを確認していきます。はい、でね、選手の売却が完了して、ファブリシオ・ブストス選手が来ました。まあ、プラス移籍金ですね。まあ、センターバックはこれで補強が確定やね。まあ、まずはちょっと移籍の獲得を後にして、残り1時間まで時間を進めてオファーを待ちます。はい、残り6時間でオファーが来たので紹介します。はい、ミール選手への購入付きレンタルですね。ミール選手、昨シーズンもレンタルで出てたんですが、まあ、今シーズンもレンタル来た、しかも今シーズンは買い取りオプションと。もう加入してから一回も出てないね、試合に。一回は出たか。とりあえず、購入付きレンタルはまあ交渉が必要なので交渉していきます。さあ、アワンチェロッティ。ミルに関する交渉か。とりあえず、昇格と。まあ、ミルもね、いてくれたらいてくれて、3人目のフォワードとして使ったんだけど、まあ、いなかったらいなかったでね。とりあえず、カンパーナはいるし。まあ、レンタル期間は依然と。まあ問題なし、承諾。てか問題があったとしても承諾するんだけど。お、給与分割60対40。うわぁ。なんで俺が、うちらが多いんだよ。移籍金ね。870万ドル。うわぁ、安いね。まあいいよ。購入付きレンタルはめんどくさいんだよね。承諾しに行かなくちゃいけない。交渉でもなんでもね、本当に承諾しに行ってるから。まあ、ということで続けて時間を進めていきます。はい、残り2時間ですが、移籍のオファーがありました。はい、ネッツ選手への移籍オファー。そして、ミル選手のレンタル放出ですね。ネッツ選手、昨シーズンの冬に獲得した選手だけど、レンタルなら、できるのか。まあね、ちょっとさらに、今シーズン、サイドバックというか、ウィングバックがね、加入してきたんでね、ますます出場機会がなくなりそうだったので、まあ、ちょうどよかったかな。まあ、ということで、とりあえずこのオファーには合意しておきます。はい、ということで、残り1時間でさらにオファーがありました。はい、ビナークレ選手とジョタ選手へのオファーですね。
ビナークル選手は移籍のオファーで、ジョタ選手はガブリエル・マルティネリ選手との、まあ、トレードオファー、まあ、ですが、まあ、多分このオファーどっちもね成立しないと思うんで、この残り1時間で来たオファーって基本的にまあ合意したところで成立しないんで、まあ、とりあえず、まあ、合意しておいて、オファーに合意しておいて、ちょっとトレードの交渉風景はなしでいきます。はい、ということで残り1時間ということで、ここで補強していきます。今回センターバックを獲得していこうと思うんですが、この目標のブランドロスにある通り、クラブと同じ国籍の選手を1名契約するっていうのが必要なので、まあ、イングランド人を狙っていきます。ということで、今回はイングランド人センターバックのハリー・マグワイア選手を獲得していきます。まあ、身長は高くフィジカルが強い、まあ、ディフェンダーの選手。足が速い選手はね、結構周りにいるんで、ここはもうフィジカルが強い選手で獲得していきます。まあ、リーダーシップも持ってるしね、うちにはいないし。強いて言うならちょっと年俸が怖いかな。まあまずは移籍金の交渉からやっていきます。まあまずは移籍金だけど、まあ選手トレードとかを提案されたくないから、最初からある程度高い額でいく。30歳にしては結構な額だし、まあやっぱそうよね、一発よね。よし、移籍金は大丈夫と。さあマグワイア、これでセンターバック陣というかディフェンス陣の失点が減るとマジで助かる。マグワイア、まあチームの要とね、まあ問題なしというか、まあこれ以上ないからね、この役割にはさすがに。おお、給料12万で、契約ボーナス110万ドル、そして無失点10回で16万、160万ドルか16万ドルじゃないわ。まあほんと無失点こんぐらいやってくれるぐらいのじゃないと困るよ、本当に。できれば20試合ぐらいしてほしいけど、もううちの守備陣マジ崩壊してるからね、なんとか失点をマジ減らしてくれ、マグワイア。まあうちのチームはね、ほんと移籍も獲得も放出も相変わらず多いな。てか、ああ、でも微妙に利益の方が多いですね、うちのチームは。はい、そして気になるミドルズブラですが、クアッシー選手が出てるな。そしてカバクとジク選手とマケンゴ選手かなを獲得してる。まあ大丈夫なのか、ミドルズブラ。ほんと残留はしてほしい。今シーズンも対戦するだろうからね。まあそして移籍期間終了ですと。はい、ちょっと最後ね、残り1時間でやった移籍の結果を紹介します。はい、まあやっぱりビナグレ選手とジョタ選手もどちらも決裂しましたね。まああのタイミングだとね、基本的に間に合わないと。あ、そしてネッツ選手もレンタル移籍決裂してますね。間に合わなかったのか。はい、3人の移籍も決まったということで、一旦移籍期間にあった移籍を紹介していきます。まあベルナルゼスキ選手とかグルイチ選手とかね、まあ主力級をフリーで獲得したり、まあトラオレ選手やエンポロ選手がいなくなってティラム選手が来たりとね、まあここら辺の紹介したい選手も何人かいるんですが、まあここら辺は移籍リストで、もともと試合にも出てない組ですね。まあレンタルも今シーズンは多かったね、本当に。トレードも1件だけ。まあそして最後はマグワイア獲得と。まあ結局15人ですね。まあ、今回はかなり落ち着いた移籍期間でしたね。ほんとジョッタ選手が出ていかなくてよかった。もともとウルブスに所属してた選手がゼロになっちゃうとさすがに寂しいからね。はい、続いての試合はフィンランド代表でユーロ予選1位イタリア戦です。はい、この試合のスタメンです。それでは試合をやっていきます。さあユーロ予選残り2試合と、そしてここで首位との対決。負けたらやばいね、正直。引き分けならまだ希望はつながるけど、負けたらちょっとやばいかも。ベルギーが勝った時点で負けたらだって終わりだからね。まあでもまず勝とう、なんとか出すしかねえもん。あれ以上ボール持っててもロストするだけだし。うわー、インモービレ違ったわ。インモービレじゃなかった、誰が出てる、違う、さあウロネ、いやインモービレか、ジャルベラ、わーウロネ、今の奪えないですか、ウロネ。本当にイエンセン、うわーやばい、空いてるよな、ダメだよな、キーパー頼む、わあ、プネ、ラッキー、うまい、よし、落として、よしよし、カメラ、もうダメだよな、分かっちゃいるけど、無理なんだよ、でも、寄せるしかねえんだよ、ファールだろうが、潰すしかねえんだよ、あ、やべ、やっちまった、強すぎるよ、マジで勝てる気配ね、待って、終わるかもしれない、ユーロ戦、ここで。いやだって早いもん、みんなおかしいよ。マルコ・ベラッティ選手もハンデなのに、さらにスライダーでハンデ背負ってるから、何をしてるんだって気持ちになってくるわ。よし、バック、ケナイスカット、いやー危ねって、てか無理、危ねえ危ねえ、前ジャルベラ上がれ、ここでサイド、よーし、いい形きた、これ完璧な形じゃない、通るか、イエンセンと思ったけど、クソ出てきたか、誰だ、あ、クラーニョじゃん、ボランチカットできないよな、ラクソネ、ちょっと、うわ
インサイドハーフボランチだった。よし、うわー、や、待て待て、やべ、これをするしかねえ。おっしゃ、危ねえ。なんとか1点差だけど可能性を感じないな前半今のところ。まあただ可能性を感じる必要はない、可能性が1回あればいい。あー、立て、ここ入れて、サイド、サイド、ポラ、ポラじゃねえ、パロだ。ポラって誰だ、クロス、うわー、お、ハンドハンドハンド、よっしゃー、最後の最後で初じゃない、この前半戦。前半シュート打ってないと思うのよ、なんなら。チャンスらしいチャンス来たわ、奇跡だわ。ハンドだ、うわ、完全にハンド、これはハンド。あー、こういう時にクラーニョ、ハンド、お願い、クラーニョ避けてくれ、頼む、これしかねえ。あー、最悪だよ、うわー、最悪だよ、もう希望がついえた今ので。お、来た、マジかよ、どっちも止めるか、嘘だろ、クラーニョセーゴールキーパーに希望潰されてるんだけど。まあまだ1点差、まだ1点差、とりあえず引き分け、まず引き分けに持ち込もう。ニーロ頑張って、インシニアを潰せ、よーし、ナイスナイスタックル、ラクソネ、よーし、いいところ、さあ中央上がれ、イエンセンと見せかけてパロと見せかけてジャルベラ、いいところだね、いいところだよ、クラーニョー、くそ、まあコースねえけどさ、いやでもコーナーはチャンスありそうなんだよな、相手そんなにでかくないから。お、来たか、うわー、来てねー、カメラシュート、うわー、浮いたか、ゴールキーパーちょっと出てたしな、コースにさえ行けばって感じだった。うわー、ほんとはくするするじゃんと。こっちを奪う、戻してね、 OK、 インシーニア、うわ、浮き、浮き玉、ここは、うわーい、嘘でしょ、うわ、危な、めちゃめちゃ危ねえ、ちょっと待って、2失点目はマジで終わる、2失点目はマジでダメ、ダメって言ってんじゃんけー、マジで決まるか、しっかり寄せてたんだけどな、いやマジ威力やべえけどさ、なんとかしてほしかったよ。まあただまだ2点なら、いやただ前半の今の雰囲気なら2点なら可能性はある。もうファールでもいいからボール奪ってくんねえかな。ニーロのスプリントじゃインシーニエには勝てねえ。ラクソネ、うわ、終わった終わった、おっしゃ、終わってね。うわ、危ない、前。中央。うわ、カマラじゃねえよ。まあ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 。上がれ上がれ、ジャルベラ。武器。あっけ、うわ、ジャルベラに行っちゃうか。まあ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 、通っただけましたと思う。通っただけまし。ここ。ジャルベラ？うわ、もうシュートの威力の弱さよ。あいつ右利きのはずなんだけどな、一応。え、左利きだっけ？あ、左利きだった気もする。まあでもどっちにしろ逆足クソうまかったはずなんだけどな。うわー、ただキープ、オッケー、上がれ、ラクソネ、よーし、よし、いいところ、お、ここいけんじゃね、パロ、うわー、届かねー、イエンセン頑張ってくれ、カマラ、あー、ダメか、カマラダメだね、サイドバック追いかけて、終わった、いやいやー、危ねえ、なんとか危ねえ、さあさあ前前前、ベラベラ中央前、いやー危ねえ、普通に、うおお、いいパス、いいパス、これいいパス、オフない、オフだから最強だよ、あー、パロ、パロ、うわー、ダメか、まあまだ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 ある、まだある、まだある、まだまだ残ってる、まだ残ってる、まだある。時間がある限りは。ああ、ただ3失点目はマジでダメだからね。3失点目はダメだよ。3失点目、くああ、終わっちゃった。終わっちゃったね。完全に終わったね。さすがにね、3点は無理だわ。ラッツァーリ。まあ一応まだベルギーが負けてりゃ可能性はある。
まあ、だから得失点差のために頑張るか。やべ、ミスった。あっぶね。ここ。惜しい、いところ、いいところ、いいところ。ここ。よっしゃ、はい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 。まあ、いじいじ。とりあえず、まだ可能性あるわけだから、ベルギーがね、負けててくれりゃある。得失点差の勝負になるだろうから。よかった、まず1点。いやー、クラーニョの牙城をなんとか崩しきった。危ねえな。手に当たってるし。ブレデリック・イエンセン。もう1失点はマジでまずいから。オッケーオッケーオッケー。よし、いい寄せ、いい寄せ、いい寄せ。クリアでいいな、もうこれは。試合終了と。まあ、強いね、やっぱイタリアは。さすがに。油断なかった、隙もなかったわ。まあ、試合ない。シュート自体はこっちが打ってるけどね。こっちはもうやけくそで打ってたシュートが多かったしな。相手は決定機できっちり打ってきたし、カウンターが早いんだよ、そもそも。さあ、あとは、他の試合がどうなってるかだけ、ベルギーが負けてるか引き分けだったら、はい、勝ってます、終わりました。はい、ユーロ予選終了です。はい、ということで、ユーロ予選残り1試合残して、敗退が確定しました。いやー、頑張ったんだけどね。イタリアに2連敗はさすがにまずかったか。まあでも頑張ったと思うけどね。そもそもこの戦力で3位にいること自体が奇跡に近いし。いやー、敗退かー。はい、ということで、ユーロ予選、スイス戦なんですが、敗退も決まってしまったので、ここはシミュレートしていきます。あー、負けたね。スイスにも。まあ、戦力通りに行くとね。まあ、ユーロ予選最終順位は4位と。あー、ユーロ予選得点王の座もルカクに奪われてしまった。プッキーが7ゴール決めてたのに、パルも5ゴールで結構いいところだったのに最終的に奪われてしまった。あ、アシストキングは7死ですね。多分ユースから昇格だかな。このバグなんかあるらしいからね。あー、もしかしたらこれラークソネンかも。5アシスト。まあなんとも言えないけどね、顔が誰かわかんねえから。はい、ということで今日はね、3試合やった結果1分け2敗と、シミュレートも含めるとね、ユーロ予選も終わってしまった。はい、クラブはね、まあマグワイア獲得したんで、こっからね、守備が安定して順位をどんどん上げていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。